私はよく発言が過激だと言われることがあるんですね。それで日本語の過激っていうのはですね、激というよりかもっと越しているという非常に激しいことを言うわけですが、私がよく過激と言われるのは実は過激ではなくて、独自と言ってもいいんですね。独自の意見というのを言いますとですね、それは日本では一応過激という名前がつくんですよ、最近ではですね。だけど私は学者ですからね、もともと世間の言ってることをそのまま言うんだったら、学者とも言えないわけですよ、はっきり言えばですね。ですから、私は自分の学問的な見解、例えば、自治問題にしても、政治問題にしても、歴史にしてもですね、物理的視点っつったらちょっと狭いんですけれども、科学的視点から見るわけですね。ですから、多くの人が、日常的な感情とかそういうものを基づいて、事件を見るのと当然違った見方になるわけですね。で、違った見方っていうのは当然あってしかるべきなんですけども、日本の場合は全員が同じではなくちゃいけないという強い信念がございましてね、もうそのために私が過激と言われるわけですね。例えば、この表紙にですね、白熊の歌というのを NHK がだいぶ前に、10年ぐらい前にやったんですよ。子供向けですね。ちょうど5時のちょっと前、これ4時56分って私がちょっとカメラを撮ったやつなんですけども、ありますけどね。これで白熊が熱い熱い、氷の国を返してよとか、なんとかしてよとか言ってるわけですけれども、北極の気温があんまり高くなるとかいうことはないんですよね。というのはもうこれは中学校ぐらいで習う理科なんですけれども、氷と水の混合物っていうのは基本的には0度、もしくは0度からほとんど変わらないわけですから、白熊がですね、北極海にいて暑いよ暑いよっていうはずはないんですよね。もしそんなこと言うんだったら、白熊がなんで大阪の動物園にいるのってことになるんですけどね。そういうことなんです。ですから、白熊もちろん数も減ってませんし、別に北極海の氷は少し減ってるんですけども、南極の氷は増えておりましてね、両極を合計した氷は若干ですけど増えているという状態ですから、明らかな NHK のやらせなんですね。ですけども、こんなことはありませんよというと過激になります。それから原発事故もそうでしたね。原発の地震が2011年3月11日に起こって、その約1あの1日後の3時、あの3月12日の午後の4時半頃ですね、1号機、福島の1号機が爆発したんですよ。その直後の NHK の放送ではですね、1年1ミリシーベルトが被爆限界ですというふうに原稿を読み上げておりました。これは私が実はね、原稿を聞き取った原稿を手に持ってたんですよ。つまりその録音がしてたんですよね。ですから、それから書き取りました。ところが、夕方ぐらいの、じ、あの、ニュースになると、もう1年1ミリの被爆限度って言わなくなったんですよ。で、私はもちろん同じように法令通り言ってたんですね。そうしますと過激になるわけです。で、こういったそれぞれの人が自分の学問だとか自分の知識に基づいて、その人がそうだと思うことを言えない社会というのはどうなるかって言いますとね、隣に、この左側に朝日新聞。これ戦争が起こった時の朝日新聞ですね。朝日新聞ちょっと戦争に反対してるようですけど、全然そうじゃなくて、朝日新聞ってのはその時その時の都合で言ってるわけですね。全日本豪上海に出陣。天かけるなんとかかんとか、挙国赤心の勇士とか言ってね。果敢敵陣を偵察する。その横には我が海軍東沙島占拠と。とにかく朝日新聞有名なんですけれども、戦争の時はですね、戦争の前と戦争の時はもうどんどん行け、どんどん行けと、戦争賛成っつって、大キャンペーンを打ったわけですよ。つまり朝日新聞っていうのはまさに日本国民の悪いところを代表してるわけですね。ですから結構部数が出てたわけですね。というのは、その時の国民が喜ぶことを書くわけですよ。だから、戦争、みんなが戦争、戦争って言ってる時は、戦争がいいぞ、戦争がいいぞっていうわけです。で、戦争に負けて、日本が敗戦して、みんながもう戦争嫌になると、戦争反対、戦争反対ってこういう、そういう新聞なんですよね。だから、こういう朝日新聞みたいな新聞っていうのは、面白いっちゃ面白いし、なんか報道として役に立つのっていう感じもするんですよね。だから、
報道というのはやっぱり中立的に報道して、その中立的な報道に基づいて、国民がものを考えるための情報ですね。ですから、この当時もやはり、日本のその太平洋戦争に突入する時のやっぱ不安とかそういうのがあったわけですね。それを書かないといけませんし、もちろん北極の氷なんかについては科学的事実と違うし、それから被爆限度についても法令とも違う。だから NHK と朝日新聞が一生懸命になってですね、要するにこう日本の人が知識不足の状態に入れて、そして日本人が考えそうなこと、つまり戦争の前だったら戦争したいしたいって報道し、温暖化って言うと白熊かわいそうかわいそうっていい、それから被爆もですね、原発事故が起こる前は被爆は大変だ被爆は大変だって言ってるにもかかわらず、原発事故が起こった途端に、お金がかかるとみんな思ったわけですね。福島を救うにはこれをかけお金が、かかる、法令は1年1ミリシーベルトって分かってるけど、それ守ったらお金がかかっちゃうからな、福島の人に犠牲になってもらおうということで、1年1ミリシーベルトなんていうことはどこにも書いていませんよと、こういうふうに、言ってみればコロコロ変わるわけですよ。そうすると私なんか自分の学問的見地に沿って考えますからね。もちろんコロコロ変わらないわけですから、私も、物理系の研究をやってですね、20歳ぐらいからやったとしますと、どんな考えても70までやってたわけですから、50年間もそういう研究してたわけですからね、その目で見た私の考えというのは、そうそうは変わらないわけですからね。そうしますと過激になっちゃうんですよ。だからやっぱり私ね、今まで私の発言は過激ですとか冗談で言ってたんですけど、これやめましてね、私は私の見解をお話をしますと、時として自分の見解を言うことが過激と言われることありますが、そういうことを言ってると日本は発展せずに、我々の子供たちに迷惑かけちゃいますよと、いうふうにちゃんと言った方がいいかなというふうに最近は思っております。やはりですね、みんなが言っていることを言う人は常識的でいい人なんだ、みんなが言ってることと違うことを言う人は過激で悪い人なんだっていう分類をする社会はですね、そろそろ日本も卒業しなきゃいけないんじゃないかと思いますね。いや、私はね、訳は分かってるんですよ。例えば白熊が暑い暑いって困ってるというのを子供の歌にして子供から洗脳しようと思ってる、あの NHK の作戦もよく分かってますしね。それから、1年1ミリシーベルトっていうのを突如1時間か2時間後に言わなくなったのは、お金がもったいないから福島の人の健康とか福島の人の野菜なんかどうでもいいと思ってることも一応分かってはいるんですけども、それを直接指摘するのもですね、ちょっと品がないので、私は事実だけを述べる。つまり1年1ミリシーベルトじゃないよって言ってる人はお金が儲けたいからだとかお金が欲しいからだということを言うとですね、これはやっぱ推測になりますしね、やっぱり物事が揉めますが、法令が1年1ミリシーベルトという基準は決まってるわけで、NHK もさすがですね、事故直後はやっぱり1年1ミリシーベルトって言ってるんですよね。私の本にも書いてありますけどね、どっからもクレームついておりません。私アナウンサーの声そのまま録音してましたからね絶対大丈夫なんですけども、そういうことがある。だから私はですね、この日本の社会を明るくすることと、それから子どもたちのために日本の発展を願うとですね、やっぱりそれぞれの人がそれぞれの専門とか経験に基づいて自分はこれが正しいということが堂々と言える社会にしなきゃいけないんじゃないかと思いますけどね。